チョボさん、ハイドに似てる。ハイドさんのロゴが。それリクエストじゃないし。くるくるチョモチョモ。くるチョモチョモ。今日はいい日だね。サラちゃん、見てる？くるぶしです。チョモラテですねー。はい、オッケー。シンプルですね。ちょっと前に、お絵描きの。やったねー。お互いの似顔絵を描こうという YouTube キッズ進出ということで、そうそうそう、はい、URL 概要欄に貼ってください。俺もそれ言いたい。コメント欄でそうそう募集したよね。募集しましたよね。書いてほしいよな。そうそう、リクエストに答える企画か。今日は早くも良い子のみんな、クルチョモだよー。みんな方形のくせにこの野郎。じゃあ、リクエストいただいたコメントをですね、ちょっと読んでいこうかと思います。二人とも絵が上手。それでは意外と難しそうなダチョウとか。ダチョウって俺10年ぐらい見てない気がする。まあまあ見てない。二人の仲の良さが伝わってきます。お題カピバラ。俺カピバラって会ったことあるかな。世界一でかいネズミね。あ、ネズミなんだよね。あ、ネズミやね。あー気持ち悪い。お題はペガサスです。昔動物占いがペガサスだったから好きなのです。ペガサスって何、実在するっけ。実在はしない。チョモさんの絵は可愛くて、くるぶしさんの絵は特徴も捉えてる。動物がいいって言ってたけど、ドラえもん描いてほしいという著作権が、うん、ほんまやで。あ、まあまあ言うてたけど、うん、まあいいよ、全然描ける。場所で。ということで今日はですね、うん、この4ついただきました。ダチョウ、カピバラ、ペガサス、ドラえもんということで、あった、全部描いてやろうじゃないかと。よっしゃじゃあ最初のダチョウ柄。ダチョウ柄いこうか。前回クルちゃんが苦戦した俺はちょっと太いやつでいってみようと思います。俺はちょっと細い方のマッキーで、いきたいと思います。ということでスタート。ダチョウ柄やな。ダチョウです。おっしゃ。めっちゃ今脳裏には浮かんでるんだけど、ペンが全然進まない。そんな時間かけて描くもんでもないな、ダチョウは。やべ、間違えちゃった。どうしたか、くこんな感じちゃうか、ダチョウって。たぶんいきます。はい、ちょっと待ってな。はい、せーの。はい。俺ちょっとレスリングシューズみたいな。これずるいわ。いや、めっちゃいい。なんかもう普通にこのままなんかキーホルダーにいそうや。これは割とちょっと、ああなるほどね。エミューやな、これ。エミューって何？エミューっていう鳥に近いな、ダチョウっていうよりか。エミューってレースリングシューズ履いてる。レースリングシューズ履いてるよ。ダチョウはね、もっと首が長いんよ。あ、そうなんだ、ね。特徴的に多分これ首の良かったらダチョウ見えるで。みんな絶対この横で描くやん。うん。だからちょっとね、正面から行かせて。確かに、はい、価値観の違い。次なんでしょうか。ペガサス。ペガサス。ペガサスがむずいんよな。ペガサスすげえむずいと思う。ちょっと時間かかんで、これ多分。8倍速で。はい。あ、俺これめっちゃ下手かも。今回。本当？うん、書き出しがもしくった。あ、やば。いいよ。あ、やばいね、やっちゃったかもしれん。早っ。ちょっと待って。これ結構自信やね。いけるかもしれない。俺あかんかもしれん。あー、書き直したい。せーの。ドハイ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 はい。それはね、ケンタウルスです。ケンタウルス。顔めっちゃおもろいやん。なんか英語の教科書とかに出てきそう。そうそうそう。はい、けんって言ってる。これ全然いいやん。いや、ちょっと足とかが変なんよね。しくった羽もちょっとね、描き方間違えた。どっちがペガサスって確実に。いや、そうね、そうね。もうこれはペガサスじゃないから。はい、次はカピバラです。カピバラ、オッケー。行こうか。行きましょう。ちょっと待って、俺あかんわ。なんで？うん、俺すぐいけると思ってたら、なにこれ。いや、難しい。カピバラ。あれ？カ
バラどんなやったっけ。なんか丸っこいイメージなんだよな。これはいい勝負なんじゃないですか。よし、せーの、じゃん。30点ってところだ。これはどっちもどっちも違う。形はこれ、そう、形これやね、形これやけど、うん、多分目とかがもっとちっちゃくて、うん、口と鼻がちゃうねん、これとフォルムはこれなの、多分、うん、目の大きさで言ったらこれそっちやわ。うん、でもそれ顔面ビーバーやな。いや、ネズミって言ってたからさ。いやー、これはこれはちょっとあかんな、俺もう何か分からんもん、ね。いやカピバラ、俺めっちゃいけると思ってたわ。ラストドラえもんで、ドラえもん行こうか、しましょうか。これはでもさ、うん、誰でも書くじゃん、一回は人生。そうね、うん、そうやね、うん、大丈夫、これはいける気がする。大カピカ、大ピカピカ、それがどうした、僕ドラえもんな、未来の世界の猫型ロボット、どんどんだいもん、ドラえもん、できた、早っ。ドラえもん、ドラえもん、おまかぱぱ、おまかぱぱ、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん。まあまあいけたな、順番に、順番、僕ドラえもん。あ、わかる、なるほどね。ちょもじゃんから。はい、僕ドラえもんでーす。かわいい、めっちゃキュート。これかわいいね、こういうシリーズのぬいぐるみでありそう、なんかかわいい。くるぶしいきます。僕ドラえもんでーす。どう、昔のドラえもん。本能漫画の初期のドラえもん。でもドラえもんに見えるでしょ。見える見える、全然見えるわ。中国のドラえもん。あ、そうね。バカバカものね。いやー、いやまあこんな感じでしたね、今回のお絵描き対決は。なんか思うようにいかないですね。というわけで、うん、今回のお絵描き対決はこんな感じでした、うん、まだまだお絵描き対決していくんでね。うん、いいよ、リクエストこれ書いてほしいっていうのをどんどんコメント欄に書いてください。コメント欄もいっぱい盛り上げてくれたらめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。ということで、はい、今回はくるちょもキッズお絵かき対決第2弾でした、はい、チャンネル登録よろしくね、バイバーイ。待って寝ろよ。ということで、お知らせですけれども、我々クルチョも令和になったその日から、はい、最初のアカウントはまずバンされまして、はい、1時間でバン1時間でバンされまして、そこから、2つ目のアカウントでなんとかここまでやってこれましたけれども、なんとか生きてこれました、つい生現場に、おろ10月の13日日曜日、詳細はクルチョモのツイッターアカウントだったり我々個人のツイッターアカウントだったりで詳細を発表すると思うんですけれども、いろいろ楽しいことをやろうと思ってますし、そこに個展も開催するということで、いいねで、そうね、いいねで販売させていただきましょう。俺らはバキバキに値段張るよね、全部。今いろいろ楽しいことを企画中ですので、はい、10月13日日曜日ぜひ開けといてもらえたらめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。イルコさんごめんなさい。なかなかここ生の我々に会う機会が少ないので、まあそうね、ぜひ遊びに来てもらえたらと思いますね。そうやね、うん、あの楽しい一日にしたいなと思います。ぜひこっちでまあ、もうもしかしたら詳細も概要欄に載せれるかもしれないので、うん、で、チェック、あと遊びに聞いてね。クルチョお知らせでした。バイバイ。ここに上演がある。お前、上演意識持って帰ってもらったのに。